レシーブ専門のポジションでアタックやサーブを打つことはできず、ひたすらボールを拾い続ける円の下の力持ちです。アクアフェアリーズのリベロはこれまでバンバ選手一人だけでしたが、今年は入団内定選手、青山学院大学の立石優香選手が加わり、層が厚くなりました。反応の良さが私の強みだと思っていて、大学と違って V リーグはもっと強いスパイクだったり外国人選手が打ってくると思うので、そういうボールにも練習の中に慣らしていって、どんなボールでも上げられるようにしていきたいなと思っています。来月大学を卒業する立石選手、 V リーガーとしての取材にはまだ慣れていないようで。緊張します今日みたいなこう取材を受けたりっていうのが今までにはない経験だったので、すごく新鮮なんですけど、話すのがちょっと苦手な方なので。そんな立石選手について、先輩リベロのバンバ選手は、結構モジモジ系っていうか、ツンデレモジモジキャラみたいなツンデレモジモジキャラ、一体どんな人なんでしょうか。バレーをやり始めたら人が変わるねっていうのはよく言われます。普段は結構なんかホワンってした感じなんですけど、バレーが始まると絶対負けたくないみたいな、そういうのが前面に出てるねっていうのよく言われてます。プレー中は人が変わったように熱くなるという立石選手、日本一の舞台 V1 リーグでの戦いに闘志を燃やします。まあ、技術もそうなんですけど、強いボールに対しても飛ばされないような、そういう体を作っていけたらいいなと思っています。さて、熱いタイプの立石選手に対して、冷静な読みと駆け引きでボールを拾うバンバ選手、タイプの違う2人ですが、そもそもなぜリベロになろうと思ったのでしょうか。いつからリベロやってるの。私は高校からやってます。一緒だね、中学まではスパイカーの、はい、エースでしたか。はい、エースでした。あ、やっぱりライトだった。はい、やっぱり一応左利きなんで。一緒だ私も右利きだけど、うん、ライトずっとやってて、はい、一応エースでやってて中学までは、うん、で高校に入って、まあ、背が足りないから、ね、はい、もうやらされるよね、うん、リベロスパイカーのあれが何ですか、技術じゃないけど私は足りなかったって思いました。あ、なるほど。2人とももともとはリベロをやりたかったわけではないんですね。今はリベロですが、どんな時に楽しさを感じるんですか。やっぱ上がったら嬉しいじゃないですか。なんて難しいボール上げた時はよっしゃやったったねみたいな今光ってるぜみたいな感じ結構2段トスとか上げたのをコッパーンってしっかり決めてくれた時は、あ、確かにありがとうっていうか、はい、でもそこで目立つのは結局スパイカーなんで自己満ですよね。そうそうそう、私の得点になる相手のスパイクをレシーブで拾い、トスを上げてスパイクを返す。バレーボールはこの繰り返しで勝敗が決まります。ついスパイクばかりに目が行きがちですが、リベロの選手を中心としたレシーブやトスも見どころです。点取るのは花形だからスパイカーが目立つけど、うん、シラは密かに、あ、今のはあの人のトスが良かったなとかあの人のレシーブが上がったから、あ、決まったなとか、うん、逆に他のチーム見るときとかもそういうところも見るよね、うん、はい、細かいところまで見てくれたら嬉しいです。はい